こんばんは、パーソナリティの小林美樹です。こんばんは、アシスタントの平野恵子です。はい、今日は1月11日成人式でしたね。そうですね、新成人の皆さんおめでとうございます。何か後輩の皆様方に一言、人生の先輩から、人生の先輩からでももう12年前ですからね。もうそんな経ったのかなと思いますけど、はい、でもやっぱりその頃って今学生の方もいらっしゃるでしょうし、もう働いてる方もいらっしゃると思いますが、うん、やっぱり早い時の方が時間があったなというふうに思います。若い時の方が、そうですね、うん、だんだんやっぱり仕事に慣れてくれば来るほど仕事が増えてきて、はい、やれることが増えてくるので、うん、時間がなくなってきますから、やっぱり今のうちに何か没頭できるものにはしっかり時間を使って徹底的にやってみるっていうことをお勧めをします。でそれをやってみると他のことをやるときにやっぱり応用が効いたりとか、あ、ここまで突き詰めればこの壁を越えたら乗り越えられるんだなっていう経験を積んでおくとすごく大事だと思いますんで、やっぱり一つはそれを感じてほしいなっていうふうに思っているのと、もう一つはこれはもう全国民というか全ての方に思ってほしいんですけど、はい、まあ、より成人になられた方ですね、はい、いろんなルールがこれから入ってきます。二十歳になったことによって新たに守らなきゃいけないルールも入ってくるんですけど、はい、ルールが変えられるのか変えられないのかっていうと、守るべきものですけど変えることもできるっていうことをやっぱり思ってほしいなと思っていて、はい、やっぱり自分たちの将来に向かって変えなきゃいけないルールがあった時はやっぱり努力をすれば少しずつでも変えられる、そういうふうに思いながら生活をしてくれると、多分組織に入っても今までのルールってこれおかしくないって思うことってすごく大事なんですね、はい、やっぱりそれを変えに行けるかどうかっていうのは大きく違うと思いますし、政治の世界に目を向けてやっぱり自分たちの将来に向かってこれ変えたいよねって思って行動できるかどうかっていうのもすごく大事になってくるので、とにかく一つのことに没頭する時間を作るっていうことと、まあ、身の回りにある身近なものから大きなものまでやっぱりルールは変えられるという意識を持って暮らしてもらえるといいかななんて思います。なるほど。その時の指針としては、自分のために変えられるか、人のために変えた方がいいか、このあたりのコアの部分っていうのもしっかり持っといた方がいいですね、はい、そうですね、やっぱり周りの中で生かされている自分っていうのをやっぱり客観的に見ながら、どういうルールがいいのかなっていうのを見ていくといいと思います。はい、そしてどうぞ大人になられたのですから、自分のためだけではなくて人のためにも何かできる自分であることの喜びっていうのを何か感じてもらったら、はい、もっと言えば社会のために何か一つでもできることっていうのはすごく幸せなことですよね。そうですね、そういう意味ではこれから充実感をこう感じる人生を送る上でいくと、やっぱり大事なのは三角感だと思っていて、やっぱり自分がいることによって組織が良くなっていたり、地域が良くなっていたり、友達が活気づいていく、こういうことによって実は自分っていうのは充実感を得てるんだっていうことに気づいてもらえるといいんだろうと思います。そういう意味では誰かのためにやることってすごく褒められるわけですけど、それは最後はやっぱり自分のためなんだっていうことに気づいた時が実は人間一番頑張れる時で、それをこう一周回ってやっぱり自分のためだから周りのために頑張ろうって思えるようになってくれたらいいなと思っています。はい、どうぞ素敵な大人になってください。そして大人の皆さんにお知らせです。はい、大人の皆さんにお知らせでございます、はい、そんな、成人たちとですね、一緒に働いている、大人の皆さんには今度はですね、平成27年度の補正予算と28年度の、予算、はい、こういったところで特に企業向けの経済を活性化するための予算であったりとか、今回も税制改正が行われていたり、はい、あとはこう働き方のこう改正なんていうのもありますから、こういったところの予算の説明会、毎年恒例ですけど、はい、今年も開催をさせていただきます。で実は2カ所で今年は開催をしまして、1カ所目は1月の25日の月曜日、はい、2時からですね、ビン地場産センターで行います。はい、東深津町にあります、はい、ビンゴ地場産センター、地場産業センターですね、はいはい、ここで1月25日の月曜日に、2時からが第1部、そして4時からが第2部ということで2回構成です、はい、でこれは応募者の方多いので、2回に分けてますから、どちらかに来ていただければ大丈夫です。はい、正式に申し上げると、はい、ビンゴ地域地場産業振興センター4階大会議室です。はい、そして、よりおすすめなのは2月の8日月曜日、これは10時半からですけども、2月の8日月曜日の10時半から今度は福山北商工会の、はい、事務所
駅屋町にあります。はい、こちらでまた同じ内容で説明会をやらせていただきたいと思っています。はい、これ参加費何かありますか？ですね、これ会場代とか印刷代がかかるので、はい、お一人500円をいただいていますので、そこはご協力をいただきたいと思っています。わかりました。いずれも申し込みが必要となっておりますので、はい、詳しいことは0849595884、959-5884の方にお電話をなさってみてください。はい、とっても役に立ち、ね、大好評なんです。実はそうですね、毎年400社ぐらいの方にご参加をいただいて、そこから新しくチャレンジをたくさんしていただいてますので、ぜひ活用いただきたいと思ってます。そしてあなたからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスは deban@fm777.co.jp、 ファックスナンバーは 0849208765、 レディオビンゴ小林文明のあなたの出番ですまでお願いします。レディオビンゴのホームページから Facebook への投稿もお願いします。またサイマルラジオ24時間放送です。パソコン、スマートフォン、タブレットでいつでもラジオ聞き放題。詳しくはレディオビンゴのホームページをどうぞご覧ください。この番組は興和物産、カネソ22の提供でお送りします。サロンデトーク、今夜はペールメール幸せなパン屋オーナーの谷口守さんをお迎えしています。谷口さん、出番です。はい、こんばんは。こんばんは。谷口さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もう早速いい匂いが、そう、パンのいいね、香ばしい香りがありがとうございます。しかも美しい、綺麗ですよね、これね。多分ちょっと後で映像は見ていただけると、もう気持ちが分かってもらえると思いますけど、たくさん作品をお持ちいただいております、はい、作品とあえて申し上げたいと思います。ありがとうございます。本当に綺麗で可愛いですよね。はい、後でこそりいただきたいと思います、はいはい、というあのパン屋さんなんですね。そうですね、谷口さん、そうです、そうですね、はい、ペールメール幸せなパン屋さんということなんですが、はい、これどちらにあるんですか？ですね、福山市の駅屋町のホルム230っていう家具屋さんの隣にあるパン屋さんです、あ、はい、あの中ですね、ホルムさんの中にあるということなんですが、はい、いつからできたんでしょう？11月の12日からですね、はい、まだオープンして1つ、まだそんなに経っていないんですけど、そうですね、はい、最近のオープンということで、そうですね、だから去年オープンしてやっと2ヶ月ぐらいですか？そうですね、はい、ようやく厨房も売り場も慣れてきたかなっていう頃ですね。はい、はい、おめでとうございます、はい、ありがとうございます。これペールメール幸せなパン屋と、この、はい、お名前はどういう意味があるんですか？ですね、ペールメールがフランス語でお父さんお母さんっていう意味なんですね。はい、はい、ですね、僕らが単純にあの子供が2人いる父と母っていう意味もあるんですけど、僕の修行先のシェフの教えで、パンは子供を育てるように目をかけて手をかけて作っていきなさい、焼き上げなさいっていう教えがあったんで、スタッフ全員がパンのお父さんとお母さんっていう思いがあってペールメールなんですね。なるほど、はい、大事に育ったそうなんです、感じのお子さんがここに並んでるわけです。そうなんです、ごと嫁にも送り出してるわけなんです、はい、重みがありますね、大事にいただかなきゃいけないでもこれ谷口さん、お話伺ってたら福井県の出身なんですね。はい、はい、そうなんです。修行はちょっと関西でやったんですけど、9月いっぱいまで福井でお店をやっておりまして、うちの奥さんが府中が地元っていうのもありまして、はい、こちらにご縁があったので、まあ、ちょっとおもいろんな迷いがあった中、ちょっとこちらにやらせてもらうことになりまして、家族でこっちには来てます。今ご家族が隣で手振ってますお子さん2人手振ってますめちゃくちゃ似てますよね。よく言われます、ね、可愛いですよね、はい、いいですね。でもどういう経緯でこちらに来られることだったんですか？ですね、あのホルム230の社長の娘さんとうちの奥さんが同級生だったんですね、はい、でそれがあって、あのここ1年ぐらいFacebook だったりのやり取りがあって、で、まあ、お声をかけてもらってたんですけど、向こうでお店もやってましたし、いろいろ迷いもあって、もうどちらを取ろうかというか、はい、ずっと迷ってたんですけども、ここはちょっと決めようと思いまして、うちの奥さんの地元っていうのもあったんで、もう正直僕は厨房と家の往復なんですよね。なので福井にいても広島にいても、正直あんまりどちらでもいいって言ったら失礼なんですけど、もう僕はよくわからないんで、もう周りが本当に世界観がすごい狭いんで、でもうちの奥さんは保育園に行ったり友達が行ったり店のお客さんとかいろんなこうコミュニティとつながってるっていうのもありますんで、うちの奥さんの居心地がいいところの方が絶対家庭も店もうまく回るかなっていう思いもあったので、
何分奥さんも機嫌が悪いで、僕がこう帰るところもなくなってしまうんで、うちが機嫌が悪いとも子供も元気になりますしね、お母さんが元気な方が、確かに、はい、そういう意味では家庭が、ね、円満な状況を作る方が自分としても働きやすいんじゃないかという選択で福山をいただいたということ で、はい、いいですね。あのホルムさんの、じゃあ、 あのお嬢さんに感謝をしなきゃいけないですね。誘致をしていただいたということで、はい、いい仕事をしていただきました。でもこういろんなところで修行されてて、もともとどういう修行、どこでされてたんですか？もともとは京都で、18から23まで5年半ほどは、結構大きいパン屋で静谷っていうお店にいたんですけど、はい、その頃はまあ8時間9時間とかで割とピチピチっと仕事が上がれるような、やパン屋さんって楽しい、早く終われるいい仕事だなと思ってたんですけど、ね、まあそれは大きな勘違いをしておりまして、その時ちょっと調子に乗って神戸のちょっと厳しいお店に入りまして、それがちょっとまあ間違いのもとというか正解だったのかわからないんですけど、はい、非常に厳しいパン屋漬けの生活が始まりまして。何時間ぐらい働いてたんですか？そうですね、言っていいんかどうかよくわからないんですけど、はい、20時間ぐらいは厨房に毎日いまして。すごいですね。でもそこでこうものづくりっていうのをすごく一からまた見直すきっかけにもなりましたし、でまあ本当に一応京都で5年半やらせてもらって意識できるようになってから神戸に行ったにもかかわらず、1年以上生地も触らせてもらえないような時期が続いたんで、本当に今でもパンを作らせてもらえるっていうこと自体がありがたいっていうようなこの気持ち、感謝の気持ちとかもありますし、はい、っていうのが持てたっていうのはあの厳しい時期があったからかなと思ってます。すごくやっぱ打ち込んだ時期があったんで、今物を作るフランスパンでもデニッシュでも一つ一つにこう思い入れも強いし、感謝も込めれるっていうのはあの頃があったからかなと思ってますね。それでいい修行の機会だったんですね。そうですね、はい、その修行を超えて今 こだわりのパンを追求されてるんだと思いますが、はい、ちょっと こだわりのパンどんなものを作ってるかって教えていただいてもいいですか？そうですね、もう本当に今一人でやってるんですけど、なるべくお客さんに選んでもらえるようにってことで、アイテム数を増やしてるわけなんですけど、その中で特にこだわっているものはフランスパンにこだわってやってるんですけど、はいはい、どんな違いがあるんですか？そうですね、よくあるパン屋さんのパンより香りがすごく立って、で甘みが、粉の甘みがすごいしっかり出てると思います。あと食感がもっちりとしたっていうのは大体共通ですかね、食パンだったりフランスパンの、はいはい、そのなんかこう食感って何で変えることができるんですか、素材としては？はいはい、ですね、水の量っていうのはすごく大事なんですけど、やっぱり日本人は米文化なので、餅とかのこのムチムチっとした食感絶対好きなんですね、はい、なので普通の配合よりは絶対水の量を増やして入れるんですよ僕は。でちょっと扱いづらいんですけど、焼き上がった時はその方が絶対みんなが好きなパンになりますし、水が多く入った方がまた香りも持つのが長いんですよ。へー、こう大量生産したパンは次の日になったらこう香りも飛んじゃってあんまりなくなるんですけど、うちのパンはものによっては次の日の方が香りが強くいい香りがするんですよ。でも水分が入るってことはこう生地が結構べっちょりして、そうなんです、そうなんです、扱いづらいとおっしゃいましたけど、本当難しくなっちゃうんじゃないですか？はい、もう 大手のパン屋さんやと機械化してバーって流せるような配合、それに合わせた配合にしたりしないといけないんですけど、僕はとにかく美味しいパンっていうのを目指して作ってるんで、まあ、その結果そのべちゃべちゃになってるんで、はい、機械耐性とかにはちょっと向いてないパンになってしまってるんですけど、うん、慣れれば 手でこう綺麗に作れるパンなんで。へえ、そういう意味ではなんかこう手作りのパンって美味しいよねってなんとなくのこうイメージありますけど、はいはい、その理由は一つは水分ですか？水分もありますし焼きも、でもその僕はその手作りだからいいんだよってそのただのイメージで終わりたくはないので、うん、はい、手作りだから機械化とかではできないものを作ろうっていうのが常にあるので、うん、その結果まあその一つの要素としては水の量っていうのはありますね。それ以外に美味しさの要素って何があるんですか？そうですね、食感っていうものは絶対大事だと思うんですけど、もちもち感と、あと皮、フランスパンと皮の部分がサクッとしてるっていう、そうですね、はい、その皮の部分が薄いか厚いかでも全然変わってきたりするんですよ、うんうんうん、それは焼き方であったりで大事にしてます、はいはい、食感、それ以外には香りと食感と、そうですね、甘みっていうのもすごく大事なんですけど、はい、発酵、ゆっくり発酵させた時に小麦粉の本来の甘みが出てくるんですよ。
でそれを大事にしているのと、あと砂糖を入れる量にしてもある程度まではうまいと感じて、そこを超えると甘いと感じる量とかがあるんですけど、そこのラインはすごく大事にしてます。へものにもよるんですけど、はい、発酵させていくっていうことはイーストの菌が働くんで、イーストの菌が砂糖を食べていってしまうんですね、活動するときに。なのでちょっとパンによってはちょっと入れる量は随分変わってくるんですけど、多いにしろ少ないにしろすごく大事に扱ってます。砂糖の量とかは気を使ってますね。面白いですね、はい、ある一定量を超えると甘いを感じるんですね。そうなんです、そうなんです。途中まではうまみっていうまいと感じるんです、砂糖。へえ、はい、面白い。そこは一応こう明確なグラム数があるんですか？そうですね、まあ、先ほども言ったようにこう発酵時間によってまた変わっちゃうんですよ。あ、そうですね。例えば菓子パンはイーストをいっぱい入れるんで、イースト菌が働くたびにいっぱい砂糖を食べちゃうんですね、だから僕らが口に入る前に砂糖が消費されてしまって、もう糖分がなくなってるんですよ、生地の中で。でもフランスパンみたいな砂糖の量が少ないやつとかは、あ、フランスパンは砂糖入れないんですけど、まあ、いわゆるリーンなパンっていう砂糖が少ないパンは、イーストの量も少ないんで、イーストがそんなに活性化してない分生地の糖分あんまり食べないとか、配合によっても発酵時間によっても温度によっても全然変わってきてしまうんですけど。そこでものづくりの面白さがっていうところなんですよね。 はい、そして生きてるものは扱ってらっしゃるから子供を育てるごとくなんです。そうなんです、菌なんで、もう一個一個の生地が毎日同じ食パン、毎日同じ菓子パンを扱ってても本当に一期一会で絶対違う状態なんですよ、菌なので。その金の話だけで30分なんかすごく、ね、そうそう楽しいって感じなんですけど、この辺りでちょっとブレイクです、では谷口さんのリクエスト曲をお届けします。とても変わってるナンバーなんですか、マイケル・ジャクソンのカバー曲。そうですね、お店で普段鳴らしてるんですけど、こんなに心地いい曲です。ヒューマン・ネイチャーをどうぞ。今夜はゲストにフェールメール幸せなパン屋オーナー谷口守さんをお迎えしています。谷口さん、後半もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、というこだわりで作ってらっしゃる、先ほどはフランスパンのお話をいただきましたが、ちょっと他のパンも紹介をいただきたいと思ってまして、今日持ってきていただいたこの2つ、こっちは、はい、ですね、そちらくるみの食パンなんですけど、うちの一番定番で作っている食パンにくるみを混ぜています、触っていただいても分かると思うんですけど、すごくムチムチと、シムチですねこれ。そしてしっかり焼きが入って綺麗にこうガッと揚がったパンは、もちもちしててもこう触っていただいた後ちゃんと生地が戻ってくるんですね、この時間が経った時に、いただきます。ピチピチのお肌のように戻ってくる。そうなんです、10代を目指して10代の、いかがでしょうか、肌質は。もちもちですね成人したてぐらいですねこれね。なるほど、香ばしい、くるみが美味しいです。そうですね、うち基本水をいっぱい入れてしっかり焼き込むっていうのがどのパンもやってるんですけど、そうすると香ばしさが出るんですね、パンの生地で。 じっくり熟成させたパンをしっかり焼き込むと美味しくなるん でこれも香ばしいっていうのは、その焼き込んだっていうのは絶対あると思います、噛めば噛むほどこう旨味が出てくる感じですか？本当に甘みがすごい感じる、旨味、と甘みのこのギリギリの感じなんですけど、本当に美味しい。そして腹にこの香ばしさが抜けてきますよね、香りですね。そうですね、香りは絶対大事だと思います、美味しい、美味しいです。食べ応えがありそうですよね。ですね、なんか結構ギュッと詰まってる。そうですね、うち、ですね、昔ながらのパン屋さんといいますか、大手のパン屋さんがよく使うような小麦粉っていうのはふわっと上がるような、ですね、タンパク質っていう成分が高いやつはふわっと上がるんですけど、うちあんまりそういうのは使ってないんですよ。国内産の小麦だけでやってるっていうのもあるんですけど、そんなにもう僕が目指すのはあんまり軽いパンっていうよりはしっかりうまいパンっていうのを目指してるんで、本当もちっとして、はい、こう詰まってる、うまみ詰まってますって感じの。だから同じサイズに見えても結構お腹にくるものが多いかなと思います。本当しっかりしてますって感じ、そしてもう一つこっち、なんかすごいアートの世界ですよ。可愛くて綺麗な、何が載ってるんですか？そうですね、今は6種類あるんですけど、パン屋さんっていうとやっぱりこう放っておくとアンパンとかクリームパンみたいな茶色とか黄色ばっかりの色になってしまうんで、それもちょっと可愛くないかなと。パン屋さんっていうとやっぱり30代50代30から50代の女性のお客様が多いにもかかわらず、そんな地味な
パンばっかり置いてるのもなんか面白くないなっていうのが僕の中にはずっとあったんで、色目は大事にしてます。これなんかあのお土産にいいって感じですね。はい、そうですね、ちょっとした手土産に使っていただけたらいいかなと思いまして、ね、パン屋なので、うん、お菓子屋さんとパン屋さんっていうのを手土産でも使い分けるのもいいかなと思いまして、うん、パン屋さんなんでちょっとラフなママ友のところに持っていこうかとか、その感じもうなんかすごい入院してる人に持ってきますとか上司に持ってきますっていう時はお菓子屋さんでしっかりしたものを持っていって、もっとラフな時はうちでってこう使い分けてもらったらいいんじゃないかなと思って、うん、このサイズ好きです、ね、一口でいけちゃいま す, うすというわけで一口でいきます、はい、うん、すごいパリパリって聞こえます ね, そ, うですね、それも焼き込んでるからっていうのがあるんですね、はい、今これは何味？それはですね、デニッシュ生地の下にチョコクリーム、ラムシの風味のチョコクリーム、キイチゴと、グロゼイユという赤すぐりですね、はい、入った。ちょっと酸味があるわけですね。そうですそうです。中のクリームが甘い分、うん、上がちょっと酸っぱくしてます。なるほど、はい、コラボしてるわけですね。本当に甘みがあって、けどさっぱり食べられる。そうなんです。はい、一個スッと食べれるようにしてます。はい、本当ちょうどいいサイズですね。そうですね、本当に二口でもう食べちゃって、うん、いけちゃう。はい、手土産にもいいですし、女性がこうお昼ご飯用でってこう食べた後に1個デザートみたいなの食べたいなっていう時にこれ1個買ってもらえたらいいんじゃないかなと。そうですね、はい、絶対子供も女子もですね、はい、飛びつくと思います、はいはい、美味しいですね。でもこれ福井で作ってた時とこう福山で作ってる時ってちょっとこう気候違いますけど、はいはい、その辺変わりますか？はいはい、そうですね、もう今食べていただいたデニッシュとかがまさにそうなんですけど、はい、福井は結構湿度が高いんですね。なのでそれこそ女性のお肌とかにはその方がいいんですけど、うん、パンにはやっぱりこう湿度を吸ってしまってふにゃってなるのがすごく早かったんですけど、うん、デニッシュにしてもフランスパンにしても賞味期限といいますか美味しく食べれる時間帯がこっちの方が全然長いですね。おお、じゃあ福山は美味しいパン食べるには向いてる、はい、向いてると思います。場所なんですね。パン作りには乾燥してるのは向いてないんですけど、パンを食べる分、焼き上がった後の食べる分には乾燥してる方が向いてます。へえ、面白いですね。そういう、まあ確かに生き物ですからね、そうなんです、そうなんです、はい、それと付き合っていくっていうのはやっぱり気候の差があるんでしょうけど、はい、ということで今年からまた始めることがあるというふうに聞いてます。はいはい、ですね、1月いっぱいうちでもまた売る予定なんですけど、フランスとかでガレットデロワっていう伝統菓子があるんですけど、パイなんですけど、すごくシンプルなアーモンドクリームを包んでしっかり焼き込んだっていう、それをですね、キリスト教のちょっと宗教的な絡みのあるお菓子なんですけど、ですね、うちフェーブっていう陶器の人形がその中に入ってて、切り分けて食べた時にそれが当たってる人がその1年いいことがあるよみたいな感じのちょっと楽しいお菓子なんですけど、さっき写真見せてもらいましたけど結構大きいですね。そうなんです、大きいんで、ケーキのホールぐらいあります、まあ、ですね、まあいろいろあるんですけど、うちは21センチのサイズで売っています。はい、でもうじゃあお正月明けて、じゃあ今月はもうずっとそれは売ってますってことですね。そうですね、今月はもうずっと売ってます。おお、はいはい、そのフェーブっていうのは、はい、時にはその月の形がしていたりとかっていうの、はいはい、っていうのが正式なやつなんですけど、うちは間違って食べると怖いので、はい、緑色のウグイス豆を入れてるんですよ今。へー、はいはい、それは安心ですよね。そうなんです、そうなんです。じゃあそれでちょっとゲーム感覚でやってもいい？はい、そうなんです。で、まあ、もちろんご注文いただいたらホールでもありますし、店売りはもう8分の1カットで食べやすいサイズでも売ってます。なるほど、はい、ぜひちょっとチャレンジをしてみて、はい、楽しいですね。はい、さらにまた新しいチャレンジもされるということ？そうですね、今オープンの時からこう迷いながらいけてなかったんですけど、石臼っていうものを入れたいなと思ってるんですね。それを自家製粉して、小麦粉を入れて自家製粉してそれを練り込んでパン作りをしていこうかなという取り組みを始めていきます。やっぱり違うんですか、石臼すると？そうですね、やっぱりそばとかにしてもそうなんですけど、引き立ての方が絶対香りは立ちますので、はい、じゃあより香りの高いパンがこれからできる可能性があると。はい、楽しみですね。いやでも本当に美味しかったです。ありがとうございます。ぜひさらにバージョンアップをして美味しいパンをお願いしたいと思います。はい、今夜お忙しい中ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。今夜のゲストはベールメール幸せなパン屋オーナー谷口守さんでした。美味しかったです。めちゃくちゃ美味しいですね。はい、ぜひとも皆さんも召し上がってみてください。はい、ぜひこれをチャレンジしてみていただきたいと思います。はい、それでは今夜もお相手は小林美明とアシスタントは平野恵子でした。また来週この時間にお会いしましょう。
この番組は、コーア物産、カネソ22の提供でお送りしました。